ゴーノボルカンは、大韓民国全羅北道有志出身の、プロ野球選手、宇ト右内、韓国プロ野球のサムスンライオンズに所属している。アジアの通算最多セーブ、久保1シーズン最多セーブ、久保3年連続9円王、セリーグ2年連続9円王、久保通算最多セーブ、久保最初の300セーブなどの記録を保有している。2014年から2015年までは、 NPB の阪神タイガースに在籍。阪神史上初の韓国出身選手である。また、2016年から2019年のシーズン、途中まではメジャーリーグベースボール3球団でのプレーも経験している。野球を始めて以来ずっと投手であったが、高校時代に肘を故障し、一時的に外野手に転向。大学時代は、投球回数を制限する形で、 抑え投手として登板した。もともと将来性はあった選手だったが、大学時代のほとんどをトミー・ジョン手術のリハビリで費やしたため、ほとんど実績を残せなかった。そのため、大学卒業時の地域優先ドラフトで、地元の LG ツインズや、トサンベアーズが指名を見送り、二次ドラフトでサムスン・ライオンズの指名を受けて入団した。サムスン側も1から2年間はリハビリで使い物に、 ならないことを覚悟した上での指名だった。しかし、入団した時点で、すでに肘は感知していた。また、大学時代は、試合にあまり出場しなかったため、肩は消耗しておらず、コンディションが良かった。結果的に1年目から、抑えとして活躍。2005年、韓国プロ野球史上初となる10勝10セーブ10ホールドを記録して、新人王を獲得した。 この年の韓国シリーズでは3セーブを記録し、韓国シリーズ MVP にも輝いた。2006年開幕前の3月に開催された第一回、ワールドベースボールクラシックの韓国代表に選出された。同大会では2次リーグの日本戦では、9回1死から、ツ・打つラの後を受け、リリーフ当板し、荒井孝弘、田村人志から連続三振を奪い、 チームの同大会6連勝に貢献した。なお、この大会は準決勝まで進出したため、特例により、兵役を免除されている。同年シーズンでは47セーブを挙げた。同年オフの12月に開催された、同ハアジア競技大会の野球韓国代表に選出された。同大会では、アマチュア選手のみで編成された、日本戦で当時日本大学の学生だった、長野久義に、 さよなら三乱を被弾した。2007年は、韓国プロ野球史上最小試合、最小シーズン個人通算100セーブを挙げた。2008年には、韓国プロ野球史上初の3年連続30、セーブも達成し、3年連続で最多セーブのタイトルを獲得した。シーズン途中の8月に開催された、北京オリンピックの野球韓国代表に選出された。同大会では、 オリンピック本戦の前に行われたキューバとの走行試合で2本の本塁打を浴びるなど不振を極め結局オリンピックでの出番は少なく期待された抑えとしての役割は不完全燃焼で終わった2009年開幕前の3月に開催された第2回 WBC の韓国代表に選出された同大会では準優勝に貢献するが調子が悪く抑えの役目は 林優雅が担っていたため、登板機会は少なかった。シーズンでは、史上最速で150セーブを達成したが、投球内容は、過去に比べて大きく悪化しただけでなく、故障により、シーズン途中で離脱し、19セーブにとどまり4年、連続最多セーブも逃した。2010年は、肘の故障に悩まされ、シーズン中に手術を受けたこともあり7月以降、 公式戦で登板することがなく、プロ入り後最小の4セーブに留まった。だが、同年10月の韓国シリーズには復帰し、登板を果たした。2011年は2006年に自身が達成した、年間セーブ数に並ぶ47セーブを記録し、3年ぶりに最多セーブのタイトルを獲得、チームの公式戦優勝に貢献した。また韓国シリーズでも3セーブを記録し、 勝利した4試合で全て最後のマウンドに立ち、自身6年ぶり2度目となる、韓国シリーズ MVP を受賞し、優勝の立役者となった。11月のアジアシリーズでは、日本代表の福岡ソフトバンクホークスとの、決勝戦で8回途中から登板し、2点を失った、もののリードを守りきり、韓国勢のアジアシリーズ初優勝に貢献した。 2012年7月1日のネクセンヒーローズ戦で、韓国プロ野球史上最多の通算228セーブを達成。同年37セーブで2年連続5度目となる、最多セーブのタイトルを獲得した。2013年開幕前の3月に開催された、第3回 WBC の韓国代表に選出され、3大会連続3度目の選出を果たした。同大会では、 1> 第1ラウンド3試合にすべて登板し、チャイニーズ台北戦ではセーブを記録したが、韓国代表は第2ラウンド進出に失敗した。シーズンでは、例年同様死後神として、大車輪の働きを見せ、サムスンの3連覇に貢献した。オフに日本球界移籍を目指して、FA 権を行使した。阪神時代2013年11月22日に、 NPB の阪神タイガースとの契約に合意したことが発表された。背番号は藤川球児が前年にシカゴカブスへ移籍するまでつけていた22。2014年3月29日の読売ジャイアンツ戦9回裏に NPB 初登板を果たすと1イニング1ア安打無失点という内容で来日初セーブを記録した。4月10日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で 来日初勝利。この試合から12試合連続で無失点。翌11日の巨人戦から10試合10イニング連続で、被安打例を記録した。7月21日の同カードで、林昌優に次いで2人目の日韓通算300、セーブを達成。また、この年のレギュラーシーズンでも39セーブを挙げ、セントラルリーグ最多セーブ投手のタイトルを獲得した。 チームのシーズン2位で迎えたクライマックスシリーズでは全6試合に9円で登板すると4セーブを記録。ファーストステージの突破と日本シリーズの進出に貢献、シリーズの MVP に選ばれた。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでは甲子園での第1戦と福岡や福岡、ドームでの第4戦、第5戦に登板。 延長10回裏の途中から登板した第4戦では、西一二塁から中村明に浴びた3点本塁打で、サヨナラ負けを起死した。2015年には、開幕から順調に、セーブを重ねると、4月28日の東京をヤクルトスワローズ戦で、シーズン9個目のセーブを記録。このセーブによって、ジェフ・ウィリアムスによる阪神の外国人投手、通算セーブ記録を更新した。 5月23日から体調不良で当番を見合わせたが、同月27日の楽天戦で実戦に復帰すると、ともにシーズン初勝利を挙げた。また、オールスターゲームには、セントラルリーグ選抜の監督推薦選手として、第二戦で初当番。リーグ戦の再開後には、7月31日のヤクルト戦で2年連続30セーブ、8月12日の対中日戦で、 日韓通算350セーブを達成した。9月16日の中日戦では、2011年の藤川に次く阪神の歴代投手2人目のシーズン40セーブを記録。同月25日の広島戦では、NPB 外国人投手大記録のシーズン41セーブを挙げた。しかし、翌26日に右内点筋の張りを訴えたため、出場選手登録を抹消されると、 そのままシーズンを終了。この故障によって第1回プレミア12の韓国代表メンバーからも外れた。結果として2年連続でセントラルリーグ最多セーブ投手のタイトルを獲得したが、トニー・バーネットもクレの抹消後に41セーブでレギュラーシーズンを終了したため単独での連続受賞には至らなかった。阪神対談2015年で、 阪神との2年契約が満了したことを受けて、メジャーリーグベースボールの複数球団が5を獲得する意向を表明。ところが、サムスン時代からクリと信仰のある、同球団投手の林昌優が、マカオでの違法賭博容疑で11月24日に、韓国のソウル地方検察庁からの調査を受けたことを背景に、5が違法賭博に関与したとされる疑惑が同国内で浮上した。 ご自身は、阪神球団からの事情聴取に対して、代理人経由で関与を否定。同球団では、当時難航していた、交渉の継続を前提に、同年12月2日工事の保留選手名簿に、クレを記載しないという措置を取った。その結果、自由契約選手として、NPB から工事。クレの代理人は、複数の MLB 球団との交渉が順調に、 進んでいることを背景に、クレの召喚直後の競技で、阪神球団に対して、残留交渉の打ち切りを球団へ通告したことを明言。ご自身も、12月上旬のウィンターミーティングで、MLB 球団との交渉を予定していた。しかし、12月7日には、前述した海外違法賭博に絡んで、暴力団組織と関わっていた疑惑も浮上。同月9日には、 以上の疑惑の被疑者として、ソウル中央地方検察庁へ召喚された。阪神球団では、クレの召喚前日に開いた緊急会議で、推移を中止する方針を一旦固めていた。しかし、召喚直後に、クレの代理人と協議した結果、韓国検察庁の正式な判断を待たず、同月11日にクレとの残留交渉を終了することを正式に発表した。 発表に臨んだ阪神球団社長の四藤慶一郎はその理由としてクレに法律違反が疑われる事態を重く見たことや翌2016年の戦力編成を急いでいることを挙げた。結局ソウル中央地方裁判所は12月30日にクレと林を単純賭博罪で略式起訴。二人とも賭博の常習性や 暴力団組織の関与が確認できなかったことから罰金700万ウォンの納付を求める略式命令が出された。この命令を受けてクレはファンに当てて反省の意を示した手記を弁護士経由で公表した。久保の懲罰委員会はクレと林の略式起訴を受けて2016年1月8日に二人とサムスン球団への懲戒処分を決定。二人が 久保所属の球団と契約した場合には、1.2、軍を問わず、当該球団が契約の初年度にレギュラーシーズンの50%を消化するまで、出場停止処分を課すことになった。なお、阪神時代の2年間には、一軍公式戦で通算80セーブを挙げた。この記録は、自身と入れ替わる格好で入団したラファエルドリスが2019年4月24日の、 対 DNA 戦で更新するまで、阪神の外国人投手としての通算最多セーブ記録になっていた。カージナルス時代2016年1月11日に MLB のセントルイスカージナルスと1年契約で強引に達したことが発表された。背番号は26で2年目の契約については球団が選択権を有する。ご自身は同日に開かれた 入団会見で韓国と日本の両方でクローザーとして全てを成し遂げたので新しい環境とモチベーションの下で新たに挑戦したいと語った4月3日のピッツバーグパイレーツとの開幕戦7回表に2番手投手として MLB 公式戦へデビュー4月10日のアトランタブレーブス戦で MLB 初勝利を記録した久保 NPB のプロ野球を経て MLB の球団に入った韓国人投手が MLB の公式戦で勝利投手になった事例は初めてである。さらに7月3日のミルウォーキーブルワーズ戦では MLB 公式戦初セーブを記録。NPBMLB 久保の公式戦でセーブを記録した投手は高津慎吾に次いで二人目、韓国人投手では初めてであった。後半戦は クローザーのトレバー・ローゼンタールの不調などを背景に試合の終盤にも登板。レギュラーシーズン通算ではチーム最多ナショナルリーグ7位の76試合登板で防御率1.92、19セーブ、14ホールド、K、BB5.72 を記録した。このような活躍を背景にシーズン終了後にはカージナルスとの再契約へ至った。2017年には レギュラーシーズン開幕前の1月11日に現役の韓国人メジャーリーガーからただ一人第4回 WBC の韓国代表に選ばれた。WBC 韓国代表への選出は4大会連続4度目である。同大会では一時ラウンド A 組最初の試合であった対イスラエル代表戦で1から1で迎えた8回表に四万塁のピンチから7番手投手として登板。 一回一、三を無失点にしのいで延長戦に持ち込んだが、クレの後を継いだ、林翔優が延長10回表に打ち込まれた末に、チームは逆転負けを喫した。一時ラウンド敗退決定後のチャイニーズ台北戦では、8から8のスコアで迎えた9回裏虫2塁の場面で投板。決勝点を与えなかったばかりか、味方打線が10回表に3点を勝ち越したことを受けて、 10回裏を無失点に抑えたため、白星がついた。レギュラーシーズンでは、前年終盤に続いて、開幕からクローザーとして起用。通算で62試合に登板したが、救援失敗が相次いだため、中継ぎに回る試合も多かった。シーズン中盤以降に再び安定したことから、防御率4.10、1勝6敗20セーブ14、ホールドの成績を残したものの、 ほぼすべての部門において前年を下回った。脱産新関連の指標ではその傾向が顕著で、脱産新数は前年の103から54へ、K、BB は5.72から3.60へ急落。シーズン終了後の11月2日には FA となった。2018年2月6日にテキサスレンジャーズとの間で1年契約に合意したことが発表された。 年俸は275万ドル最大100万ドルの出来高で2年目は球団側に450万ドルの契約選択権が付く。しかし実際には正式発表前の身体検査で右腕の異常が判明したため合意は白紙に戻された。後にトロントブルージェイズへの入団に向けて交渉した結果合意へ至ったことが2月26日に発表された。 推定年俸175万ドルの1年契約を基本戦にレギュラーシーズンの MLB 公式戦で通算70試合以上に登板すると推定年俸250万ドルという条件で契約期間が自動的に1年間延長されるベスティングオプションがついた。なお、移籍当初の背番号は76だったがレギュラーシーズンに入ってからは22を着用。 前半戦だけで48試合に登板すると4勝3敗にセーブ13ホールド、防御率2.68という成績を残した。2018年7月26日にホレストウォール、チャドスパンバーガー及び後日発表選手との交換トレードによってコロラドロッキーズへ移籍した。チームがナショナルリーグ西地区の首位を争っている最中に救援陣の強化を見越した移籍で、 背番号は18。移籍後は、レギュラーシーズン25試合の登板で、2勝1セーブ、8ホールド、防御率2.53をマーク。ブルージェイズ時代のベスティングオプションが移籍後も適用されることから、2球団でのレギュラーシーズン通算登板試合数が73まで達したことによって、契約期間が、翌2019年シーズンにまで自動的に延長される権利を得た。 9月2日の対サンディエゴパドレス戦では、7回裏に、登板すると、久保、NPB、MLB 公式戦、通算戦奪三振を達成している。ちなみに、チームは2年連続のワイルドカード西地区2位で、ディビジョンシリーズへ進出。ご自身も、10月3日にシカゴカブスとの、ワイルドカード決定戦、延長10回裏から1回に、 3を投げたことによって、韓国出身のプロ野球選手としては初めて、久保 NPBMLB のポストシーズンでの試合出場を果たした。2019年には、公式戦の開幕から21試合に登板。3勝1敗を挙げたものの、防御率が9.33に達するなど振るわなかった。さらに、左の脇腹を痛めたことから、6月10日付で、故障者リストに登録。 この年の契約満了を機に久保へ復帰する意向も示していたため登録中の7月中旬には韓国で右ひいチの手術を受けることが球団から発表されていた同月23日の DF を経て26日付で自由契約2019年8月6日付でフルスのサムスンライオンズへ復帰した推定年俸6億ウォンという条件で契約したものの 前述したマカオでの違法賭博による72試合の出場停止処分が適用されたため、同年中の実戦登板は見送られた。このため、右肘有利体の除去手術を受けた後に、手術箇所のリハビリへ専念。上記の処分が、翌2020年6月9日に解除されたことを、受けて、同日の休務ヒーローズ戦8回表に韓国プロ、野球、 レギュラーシーズンにおいて2013年10月2日以来の当番を果たした。2020年6月16日のトサンベアーズ戦では9回表に当番、無失点に抑え、韓国では2013年9月24日以来の2457日ぶりのセーブを上げた。これは韓国プロ野球、日本プロ野球、メジャーリーグベースボール合計での通算400、セーブだった。 8月13日のトサンベアーズ戦で8回表に、市から当番、1回1、3を無失点に抑え、元中日ドラゴンズ、岩瀬ひとのりを超える、アジア人最多の日米貫通算408セーブを記録。2021年4月25日のキアタイガース戦で9回裏に、当番、無失点で、韓国プロ野球史上初の個人通算300セーブを達成。 オーバースローから平均球速92から93マイルパワー。韓国での最速時速157キロメートルの伸びのある決め球のストレートと平均球速85から86マイルパーワーのカットボールに近いスライダーで前投球の9割超を締め、フォークボール、まれにカーブも混ぜる。韓国では一直球と呼ばれるストレートで空振りを奪い、2013年までの 通算脱三進率11.02を記録している。2012年の調査によると、5のボルカンの直球の回転速度は1秒間に約47回転で、韓国リーグ平均の約41回転を大きく上回る。日本時代も空振りダッシュ率が高く、2015年にはリーグトップの直球空振りダッシュ率を記録した。投球の際に、左足が小刻みに動くのが特徴。 阪神1年目の春季キャンプでは、ブルペンでの投球を視察していた、NPB 審判部クルーチーフの友よりマサトから、二段モーションの可能性を指摘された。投球の際に、左足が三塁側に踏み出す、インステップの反動で、右腕が横へ触れる傾向にある。阪神で41セーブを記録した2015年には、この傾向から、四球やアンダで走者を出したり、 勝負どころで逆転負けを喫したりするシーンも相次いだ。このため、シーズン中には、当時の一軍投資コーチであった中西清樹、山口隆から、投球フォームや右腕の振り方の改善を求められた。石仏と呼ばれるほどの冷静沈着な性格で、知られているが、それは、自然と出ているものと本人は語り、半身 OB の矢のようを曰く、結果に左右されず、 表情が変わらないのはすごいことと評価している。また、韓国時代にはラストボスという異名も持っていた。MLB ではザストーンブッダと表現されることもあった。2007年からは基本として試合終盤の1イニング検定でマウンドを任されてきた。ただし、チーム事情や試合展開によっては複数のイニングにわたって投げることもある。 阪神時代の2014年10月12日には、広島とのクライマックスシリーズファーストステージ第2戦で、9回表から3イニングに渡って登板。いずれのイニングも無失点でしのいだ。試合自体は、セントラルリーグの規定で、同シリーズ史上初の引き分けコールドゲームに終わったが、チームは通算成績1勝1分けで、初めてのステージ突破を果たした。 カージナルス1年目の2016年には、レギュラーシーズンの途中から事実上クローザーに定着しながらも、MLB 公式戦、当番76試合中11試合で、複数イニングを任された。また、ESPN のバスターオルニー記者は、2016年の、MLB で、おそらく最も、お買い得だったであろう、選手。 年俸250万ドルを圧倒的にしのぐだけの働きを見せたという表現で、クレイの投球イニング数、安定感、脱カラブリ率を高く評価、MLB9 円投資トップ10の9位に選んだ。その一方で、2017年の対、フロリダ・マーリンズ戦では、当時度チームの主力打者だったジャスティン・ボーアと4度に、渡って対戦。1本の本塁打を含むに安打を浴びたほか、2度の、 経営支給を余儀なくされた。ボーアが阪神へ入団した2020年には、ホームランバッターとしてのボーアの実力を裏付ける、コメントを出すとともに、OB e の立場でボーアにメッセージを送っている。阪神在籍時のセネーム表記は、SHO だったが、MLB では名字のみの、O としていた。高知修行でサムスンに在籍していた、落合栄治から、様々なアドバイスを受けた。 落合は2010年から2012年までサムスンの投資コーチを任されて、ゴー・ノボルカンのウィークポイントの改善に努めた。地日派で、好物は寿司、焼肉。名古屋に遠征できた際はひつまぶしを必ず食べるというほどの好物である。半身時代の2015年4月には、韓国へ帰っていた前年11月から、少女時代のユリと交際していることが、 同国内の報道で判明。この報道を受けて、クレは、阪神球団、ユリは、所属事務所の SM エンターテインメントを通じて、交際の事実を認めた。しかし、同年10月には、両者の破局が報じられている。日本時代は日本語の習得には力を入れており、日本語でインタビューに答えたことがある。ありがとうございます。